はい、今日はこちら冷やし中華を食べたいと思います。昨日スープをね食べる動画を出したんですけど、意外とねこういう動画というか食べるだけの動画好きですって言ってくださる方がね結構いらっしゃったので、今日も調子に乗って平日の食べるだけの動画です。ちなみにこちら冷やし中華なんですけど、麺がね見てみてください。チラリじゃん。パッと見じゃわからないですけど、こちらねこんにゃく麺です。はい、こんにゃく麺でできてる冷やし中華。うん、噛み切れるのかちゃんと。前にうどんのね形のこんにゃく麺を食べたことがあるんですけど、噛むのがね結構大変で、なんだろうな、もっと短ければいいのになって思ったので、ちょっとだけねハサミでカットしてあります。うん、食べやすくなってるんじゃないかなと思います。月のうさぎっていう商品名のようで、うん、月のうさぎの冷やし中華。はい、なんかねセーラームーンみたいな感じの名前の麺なんですけど、食べていきたいと思います。はい、特にねダイエットとかしてるわけじゃないんですけど、以前こんにゃくうどん麺を食べて冷やし中華どんな感じなのかなと思って買ってみました。私がね冷やし中華作るときはだいたいこんな感じで卵がたくさん、うん、冷やし中華はね薄焼き卵というか、これを食べるために冷やし中華を食べるようなところがあります。いただきます。喋りすぎた。うん、確かに普通の麺に比べると歯ごたえがちゃんとあって、うん、噛み切りながら食べるというよりは噛んで食べるって感じの、うん、麺なんですけど、でもそこまでね大きな違和感はないですね。うん、うん、ついてきたタレもねちゃんと美味しい。結構ね酸っぱめの冷やし中華のタレが好きなんですけど、うん、これは美味しいですね。麺の割合よりもねこの具材の割合の方が多い気がするけど、うん、明日のね生放送10時から夜10時から生放送は、うん、マックのねマックの商品を食べる生放送をしようと思っています。うどん麺に比べると、うん、噛み切れなくても飲み込めるから程よい細さというか、このぐらいの細さだったら、うん、こんにゃくっていう主張が強すぎなくていいかなと思います。美味しい冷やし中華ですね。
とはこういう具材と一緒に食べるということで、こんにゃくの主張をね、和らげてるというか、ちょうどよく合わさってるというか。違和感なくこんにゃく麺を美味しくいただけると思います。ちなみに今週金曜日の生放送はあるんですけど、来週はちょっと用事があるので生放送がありません。金曜10時からの生放送はないですね。うん、別の日にね、振り替えでやるかどうかはまた考えたいと思います。もうちょっとで食べ終わりそう。周りの具材が結構あったからか、もしくはこのこんにゃく麺の歯ごたえのためか、結構さっきの分量で満腹感というかあります。ラスト。食べてそうそうお腹が鳴る。はあ、美味しかった。お茶飲みます。はい、ごちそうさまでした。月のうさぎのこんにゃくパークというメーカーなのか、なんかこんにゃくパークっていう商品でした。次のうさぎ冷やし中華見かけたらね、買ってみてはいかがでしょうか。カロリーを気にする人じゃなくてもね、小麦粉のアレルギーの人とかね、卵は使われてるみたいなんですけど、そういった方でもね、楽しめる冷やし中華になってるんじゃないかなと思いました。タレもとても美味しかったです。おしまい。